アイオイヨシタ昭和5年に1月3日は、明治、大正、昭和にかけて、満州で活躍した、日本人実業家。1867年福岡県福岡市の漁承の、家の生まれ。福岡県立尋常中学周遊館を経て、1896年、東京高等商業学校卒業。日本優先、中学校教師などの勤務先を点々と変えた末、 1904年、三井物産入社、文字支店に勤務。単行妊婦のストライキを収集してその手腕を認められ、支店長、犬塚慎太郎の治いを得る。日露戦争後の1906年、上司の犬塚は新たに設立された、南満州鉄道株式会社の理事に抜擢されるが、当時混乱を極めていた大連不当の二役問題を解決できる。 唯一の人材として、アイオイを制御し、それを受けて、アイオイは、満鉄入りする。アイオイは、大連不当事務所長として、それまで多くの業者の拡挙状態であった、大連不当の二役業務を、満鉄直営の一本化に成功する。1909年、アイオイは満鉄を辞め、大連で、副賞講師を設立し、同社長に就任。満鉄直営に一本化していた。 不当に役業務を一手に引き受けた。またクーリーの収容施設、壁山草を設立した。壁山草は衛生と侵職と娯楽を提供し、当時は理想的な施設としてない地からの修学旅行で見学することもあったが、松原和恵によるとアヘンの吸引も行われているなど、問題点も大きく、歴史的評価は今後の課題と言えよう。 1916年から1925年まで、大連商業会議所会頭、大連市会幹線議員、関東庁市政調査会員、経済調査会員等も歴任。ありがとうございます。